こんばんは、ヨミヤチャンネルのヨミです。今日はちょっと趣向を変えてですね、PS2 のネタをやってみたいと思ってます。今動画の方に映ってるのは、まあ、PS2 の比較的初期の方に、発売されてたやつですね。まあ、これで私はずっとゲームやってきたんですけれども、つい最近、新しい PS2 を買ってしまいました。そちらの方がこちら、こちらですね。だいぶ小さくなりましたね。まあ、ちょっと比較してみるとこんなにも違います、大きさが。まあ、白と黒だからはっきりと分かりますよね。まあ、ちょっと、こちらの方、まあ、インターネットとか、ハードディスクのドライブとか内蔵してるんですけれども、さすがに重たいんですよね、結構。なのでちょっと小さいのは欲しいと思って、こちらの方ですね、まあ、比較的新しめの、PS2 の方を購入しました。まあ、一番新しいやつだと、電源の方を内蔵しているんですけども、まあ、こちらの方は、AC アダプターを使うタイプとなってますね。で、こちらの方、ですね、なんでこれを買おうかって思ったのかっていうと、実は、1ヶ月ぐらい前にハードオフに行った時に、置いてあったんですよね。で、置いてあった値段が、2500円で置いてあって、ちょっと私高いなと思ってしまったんで、ちょっと、ヤフオクの方を調べてみたら、ハードオフの方のものは本体だけで AC アダプターもコントローラーもソフトも何もついてない状態だったんですけど、ヤフオクでなんと1500円で本体、AC アダプター、コントローラー、それとソフトが2本ついていました。まあ、ついてたソフトはこちらの方ですね。実況パワフルメジャーリーグって私やったことないんですけれども、1と2がついてました。あとはコントローラーの方も、こちらですね。こちらの方も、付属してました。まあ、実際にはこれだけついて、1500円っていうのは安かったかなと思ってますね。で、今回こちらの紹介だけではなんなので、まあ、以前使ってたものなんですけども、こちらの方ですね。PS2、HDMI という形で、プレステ2の出力を、HDMI に変換するアダプターですね。まあ、こちらの方を使った場合と、AV ケーブルでつないだ場合とでの画質の比較をやっていきたいと思います。PS2 の方に AV ケーブルをつないでみました。まあ、こちらのは通常のケーブルですね。ノイズフィルターとかがついてるから意外と後ろに出っ張るんですね、こちらの方は。そしてこちらが PS2 と HDMI のアダプターをかまして HDMI につないだところです。まあ、こちらの方は当然出っ張るんですけれども、まあ、AC ケーブルの方のノイズフィルターぐらいのところら辺までなので、まあ、こんなもんなのかなっていう感じですかね。まあ、あとはこちらの方を HDMI なんで通常のテレビにつないで映像と音声が出るようになります。それでは画質の方の比較をしていきたいと思います。若干 HDMI の方が黄色みがかった感じの色合いですかね。解像度はやっぱり HDMI の方が高いように見えてます。映像がはっきりとしてる感じですかね。NTSC の方はちょっとぼやけてるような感じを受けますね。色合いのコントラストなんかも HDMI の方がいいように見えます。NTSC の方の色合いってやっぱちょっと寝ぼけてるような感じの色合いなんですかね。やっぱ HDMI の方がはっきりくっきりしてるような気がします。文字も HDMI の方がはっきりと出てる感じですね。NTSC の方はちょっとぼやけた感じに見えてます。比較してみた感想としては、PS2 HDMI を使った HDMI 出力の方が NTSC よりはコントラストがはっきりしていて、解像度も高かったように思います。
それでは本日の動画はこれにて終了です。この動画をご覧になられていいと思われた方は、ぜひご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。